この話を聞くとあなたは絶対にリブの泥沼にはまります。それであなたの考えてたことは全部が根底から覆されることになります。それを注意してみてください。リブに興味がある人、マービンに興味がある人、このカタログ多分もうみんな見てると思うんですけど、来年もラインナップすごいですよね。もうどのボード取っても見てください、どのボード取ってもまあガンガンで、もうどれも乗りたい、お金がいくらあっても足んないって話になっちゃうと思うんですけど、じゃあリブを考えた時、リブ全体の構成っていうのを考えたことがあるかないかってことなんですけど、リブにはいわゆる C3、C2、 あと BDXA のバナナがあるじゃないですか。じゃあこれがどんな感じで作られてるかって分かりますか。来期のリブテックは全部で33機種出るんです。33機種でモデルの数でいうと148種類になるんですね。その33機種中キャンバー、いわゆる C3 キャンバーは何機種あるか。33機種中14機種が C3 キャンバー。それを踏まえた上で、じゃあダブルキャンバー、いわゆる C2 がどれだけあるかです。実は C2 は15機種出るんです。15機種、それで BTX、 いわゆるバナナが4機種出るんですけど、全体の中で一番多く作るのが C2 なんですね。本数でいうと C3 が60種類出るんですけど、 C2 は65種類もあるんですね。全体が148種類ある中に、それが65種類がなんと C2 なんですよ。ダブキャンってやつですよ。なんでこんな多くのダブルキャンバーを作るかってことなんですよ。他のメーカーを考えてみてください。他のメーカーに全部が作ってるボードでキャンバーよりもダブルキャンバーが多いメーカーがどっかにありますかって話です。よく考えて、日本の市場を考えてください。あ、君スノーボード始めたんだねって。じゃあ初め逆エッジが怖いから、じゃあロッカー乗ってよ。ロッカー乗ったらだと覚えるか。あ、もう君がきっとロッカー乗れるなって、ね、だったらばちょっと蹴れるようにダブルキャンバー乗んないね。あ、じゃあ今日やっと上手くなってきたね、上手くなってきたね、じゃあそろそろ君もキャンバーだねっていう言い方をよくすると思うんですけど、この三角形、いわゆる三角形のレベルの三角形があって、このレベルの三角形で考えると、日本はキャンバー、ダブルキャンバー、ロッカーっていう形になるんですけど、この考えは日本のスノーボードでは正しいかもしれません。ただこれをそのままリブに置き換えてみてください。リブに置き換えた時、これが当てはまるかと思います。リブは148種類の来年ボードが出る中で、その中で65種類がダブルキャンバーで、60種類がキャンバーです。それで23種類がロッカーなんです。それで言うとこの三角形ができなくなっちゃうんです。それでじゃあ65種類のこのダブルキャンバー、機種で言うと15機種あるじゃないですか。15機種中なんと6機種が実はトラビスライズなんですよね。トラビスライズ、 T リッパーがで、T プロがあって、オルカがあって、ゴールデンオルカがあって、エイペックスオルカがあって、スプリットオルカがあって、この6機種がトラビスライスで構成されてるんです。で、6機種のこの構成されてるやつが全部が C2 で考えた時に、このトラビスライスが当てはまるパーセンテージというのは C2 全体の 40% なんですよ。つまりリブはメインボード C2 で考えてて、そのうちの 40% をトラビスライスにかけてるんです。もしあなたがリブテックのオーナーだったら、そういうことはするでしょうか、ね、世界的に有名なライダーがあなたの会社にいるわけですよ。トラビスライダー、あ、トラビスか、トラビスめちゃくちゃ人気だよね、もうガンガン出てるよね。じゃあトラビス悪いけどさ、君のボードさ、エントリー層の名前でも上級者の名前でもいろんなところトラビス使いたいから、トラビスのバナナ作ってもいいじゃん、トラビスのキャンバーボード作ってもいいでしょってなるのが
普通のオーナーの考えだと思うんですよ。だけどリブはトラビス・ライスが6機種も出てて全体の C2 の 40% も出てて、それを全部を C2 でやってる。トラビス・ライスが全部 C2 なんですよ。 C3 もバナナもトラビス・ライスがないんです。なんでそういうことをするかというと、じゃあ他に必要かってことを考えるんですね。他に必要かって考えた時に、じゃあトラビス・ライスの C3 があった方がいいじゃんって考えるんですね。トラビス・ライスは C3 が乗らないかって話なんですけど、 C3 があったらいいじゃんって話になった時に、トラビス・ライスは C3 を使わないんですよ。その理由はなぜかって言ったら、兄弟ブランドのグヌーを考えてください。グヌーの中に一番有名なライダーがジェイミー・アンダーソンがいるんですよ。ジェイミー・アンダーソンがいて、ジェイミー・アンダーソンのモデルは基本的に C2 と C3 両方出てるんですよ。なぜかっていうと、ジェイミー・アンダーソンはスロープスタイルをするんでキャンバー構造が欲しいんですよ。だけどフリーランもするから C2 が欲しいんですよ。そう、そこなんですよ。リブテックのメインボードとして考えられているのはあくまでもフリーライドボードなんです。フリースタイルボードではなくて、フリーライドボードをリブテックはメインに考えているってことを理解しないと、リブテックのこの全体のスノーボードのバランスっていうのは作れないんですよ。だから日本で考えているダブルキャンバー、例えばグラトリの人も結構ダブルキャンバー使いますよね。それでキャンバーまでいけなくて、キャンバー未満ロッカー以上の人がダブルキャンバー使うっていうイメージがすごい強いじゃないですか、ね、でもよく考えてアメリカ人がそこまでグラトリしますか、そんな大きいシェアでグラトリしますかって。じゃあリブテックがグラトリ市場にそんな強いですかって、そこまでいっぱい出しますか。 C っていうのはトラビス・ライスがグラトリをしますかって話になった時に、それは当てはまんなくなってくるんです。ということはどういうことかっていうと、リブテックはダブルキャンバーこそがメインボードって考えてる会社なんです。これを理解しないとリブテック、マービンの考えが全然理解できないんです。だからオルカにしてもゴールデンオルカにしてもエイペックスオルカにしても全部ダブルキャンバーなんですよ。ダブルキャンバーだったらエッジ食わないよね、難しいよねっていう人がすごく多いと思うんですけど、彼らの考えの中ではそれがないんです。それを理解しないとリブテックは分かんないんですけど、じゃあなんでダブルキャンバーかってことなんですね。それは一番分かりやすいのがこの間やったレッドブルのナチュラルセレクションを見てください。リブテックの間いっぱい出たじゃん、トラビス・ライスって言いましたよね、クリス・ラスマン出てましたよね、それでもう一人オースティン・スウィーティン出てましたよね、それでグルの方でブレイク・フォー出てたよね、それでジェイミー・アンドこのうち3人があの時 C2 使ったんですよ。トラビス・ライス、クリス・ラスマン、それでブレイク・ポールズ、これが3人が使ってます。それであとの2人、ジェイミー・アンダーソンとオーシン・スウィーティンがこれが C3 使ったんですよ。それでオーシン・スウィーティンはずっとダイナモ乗ってるんで、これはずっと彼は C3 が使ってます。じゃあ彼ら3人はなぜ C2 を使ったかというんですよ。 C2 はみんなの頭の中ではオーリーができないとか、でキャンバーほど跳ねないっていう考えあると思うんですけど、この考えは彼らには当てはまなくて、いわゆるこれスノーボードありますよね、これがダブルキャンバーの構造です。それでこれがキャンバー構造って考えますよ、見えますか、キャンバー構造ね、これがキャンバーですよ。置きましょう、ここ見てください。キャンバーの場合は足がこうやって入るんですよ。1個の弧の中に足がこうやって2つ入るんです。それでオーリーをかけるとこっちが頭にしますよね、こっちが頭にしてこっちをテールにするじゃないですか。オーリーをかけるときに、昔力点支点作用点ってなったじゃないですか。いわゆる前足で引っ張るから前足に力をかければここが力点になるわけです。前足が引っ張るわけです。それでここが後ろ足が支点になるんですね。後ろ足が支点になってテールで蹴る、ここ作用点ですよね。だから1個の弧の中でこれをやるわけですよ、オーリーをかけるわけです。そうすると基本的に自分の持ってる脚力とバネでしかオーリーが蹴れないんです。それプラスここに入ってるカーボンとかでオーリーを上げるわけですよ。これがいわゆるキャンバー構造のオーリーなんですけど、彼らが考えてる、リブテックが考えてる、いわゆるダブルキャンバーのオーリーはそういう構造ではなくて、これがダブルキャンバーじゃないですか。いいですか、ダブルキャンバーの場合はこう入るわけですよ。
前に1個個があります、後ろに1個個があります。第1キャンバー、第2キャンバーでもいいし、そうすると前足は第1キャンバー上にありますよね。それで後ろ足が第2キャンバー上にありますよね。これがすごく大きなミソで、フリーライドをしている時にパウダーとか乗った時にずっとこれで乗ってるわけですよ、ダブルキャンバーの時。それで後ろ足で蹴り上げたとしても自分の力だけで蹴ろうとすると上がらないわけです。いわゆるキャンバーのやっぱりマックスがそこだからそうなっちゃうんです。ただダブルキャンバーを乗ってるみんなっていうのはパウダーを滑ったりしてる時にこう滑ってるじゃないですか。そうするとこういうパウダーの起伏とかがあるじゃないですか。この起伏のところに第一キャンバーのこの腹を当てるんですよ。足を上げた時点でここに当てるんです。わかります？わかる？ここに当てるんですよ。キャンバーのここに当てるんです。第一キャンバーのここに当てるんです。どういうことかっていうと、こう滑ってきますよね。体重60キロとか70キロの人がだいたい50キロとか滑ってきて、バーって滑ってくるじゃないですか。で滑ってきてこういう起伏とかこういうウィンドリップのこれが切符とかあるじゃないですか。こういういわゆるオーリーをかけるタイミングのポイントとかじゃないですか。そこに第一キャンバーの後ろの腹を当てるんです。当てるんですよ、これ。当てることによって何が起こるかっていうと、この当てることによって自分が入ってくるこの60キロ、この60キロ体重が50キロ滑ってるこの力をここに当てることができる。それ当てることによって自分の力を使わなくて、この流れてくる自分のこの体重とこのスピードによって、この当てることによってすごい大きなパワーが出るわけですよ。それを第一キャンバーのこの腹の子に当てるんですよ。そうすることによって当てるとこっちは踏んでるわけだから、ここに体重がかかるから、当てたことによって板が思いっきりこっちしなるわけです。そうしなった時に後ろのこのキャンバーの子が思いっきり反るんですよ。キャンバーボードの子は大きいですよ。キャンバーボードの子はすごく大きいじゃないですか。大きいから跳ね返りの力は大きくなるんですけど、小さい子のキャンバーは大きなこのキャンバーに比べると跳ね返りが強くなる。大きい子はビョンビョンって戻るけど、小さい子はピャンピャンって戻るわけです。その大きな力を自分の体重とスピードを使って上がってきて、ダブルキャンバーの前キャンバーのこの腹のところに当て込んだことによって思いっきりギュッとひねるわけです。そのひねった瞬間に後ろのキャンバーで跳ねる、いわゆるバニーホップオーリーみたいな感じになるわけですよ。これがリブテックの考えているフリーライドの中でのオーリーなんです。この考えを理解するとリブテック全体の板の構造っていうのがすごくよく分かってきてて、フリーライドをするトラビス・ライスが、ね、T ・リッパー、トラビス・ライス・プロ、オルカ、ゴールデン・オルカ、エイペックス・オルカ、スプリット・オルカ、オルカ・スプリット、全てがつまりリブテックが考えているフリーライドの中で、このダブルキャンバー構造ことがフリーライドオーリーで非常に大切な構造って彼らは考えています。だからインスタの中でもグヌーのライダーのブレイクポールの滑りをよく見てください。パーンって三振してポーンって跳ねます。いわゆるあの滑りはじゃあ自分の脚力であのタイミングで蹴れるかっていったら絶対切ることができる。だからフリーライドした時に、今度皆さんが試乗会とかでちょっとしたパウダーとかでオルカとか乗ってみてください。それでちょっとした起伏に自分の前の腹を当ててみてください。ポンポンポンっていわゆるウサギが跳ねるように跳ねる感覚が絶対わかるんですよ。それを感じて、あ、これかって思うと思う。これこそがリプテックマービンが考えているダブルキャンバーの最大のメリット。それを考えちゃうと、今まで乗ってきた自分たちが乗ってきたスノーボードの考えが、え、これ、え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 、ってなっちゃうんですよ。今までキャンバーこそが正義、キャンバーこそがナンバーワンと考えていたそのボードの考えが、フリーライドを考えてリブテックに乗った瞬間、それがえってなっちゃうのがそのダブルキャンバー。
だから来年のリブを考えるオルカ全然いいんです。オルカ乗りやすいです。感覚的に乗りやすいってただ理解できるんです。オルカなんでこんなに乗りやすいの。キャンパウダー向くしな、ポンピョン跳ねるしな、ポンポン跳ねるんですよ。ダブルキャンバーのとこに乗った時にポンポン跳ねるこのボードの形状こそがこっから大体5年ぐらいの未来にどん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 増えてきて、フリーライドをする人たちがダブルキャンバーを選ぶようになるかと思います。リブテック、マービンは常に独自の考えで先を見たんです。そこを踏まえて来季のボードを選ぶとめちゃくちゃ楽しかったです。もちろん信じるか信じないかはあなた次第ですけど、試乗会の時に試してみます。ちょっとした起伏に前キャンバーの腹を上げてポンなんて、えっこれか絶対思う。これがリプテックのマーティンが言わないダブルキャンバーの秘密です。